なんかすごい近代附属高校ってなってます。あれじゃあ2位か、近代附属ってもしかして同郷じゃないかな、あれじゃない天王寺とか。なんか登山の方がわーって乗ってはったんですね。コントロールで後から行こうか。では何なんでしょうね、後でまた調べてみましょうね。こんなヘッドマークもなんか球体とかでなんか出せるみたいですね。面白いですね。あ、別にとか。これだからスッと出た。すごいな。どうなんか。あ、すいません。はい。さあ戻ってきました。あ、でもそうか、結局もう今日水間観音の方行かないといけませんでしたね。さあ、いやだ、もうだいぶ移動ですけど、あ、そうそうそう、錦の浜ね、そうそう錦の浜、うん、私なんかずっと錦ヶ浜って言ってた気がするのね、錦の、はい、概要欄に訂正入れときましょう。あとはね、休業中葛城山、奥水間温泉、あ、ほの字の里は休業中なんだ。これは水間観音から、あそこからずっと葛城山の方から抜けようとすると温泉あるんだ。奥水間温泉をやってそうですね。温泉いいな、入ってくのも手ですよね。なんか面白い。でも観光需要があるあたりが四日市ナショナル鉄道とは違うのかなという感じがしますよね。こういう遊び心はやっぱ大阪ですよね。わけあるかいというところにね、師匠知ってる、たこ焼きイコール日常なんて分からんではないけど、駅の向こうから出た方がいいかな。確か通用口が向こうにあって、この前のぐるっと南側から昨日は回りましたけど、そこまで行かんでもなんか渡れるところがあるみたいですからね。これか、ああここで連絡通りになってんだ。へえ。よいしょ。ご飯食べてその海塚だけ見てきましょうかね。なんか塚が多いですね。貝塚、海塚で稚児塚ね。海塚に至ってはね。音読み合ったら貝塚になりますからね。なんでしょうね、なんか地名の由来になってるあれかもしれませんけどね。あ、そういうのこそ地元の人に聞いたりとかね、市役所の観光案内とかそういうのみたいにきっと書いてあるんでしょうけど、ちょっと水川あたりまで行って市役所まではちょっと歩いてみましょうか。とりあえずいい時間なんでご飯食べよう。なんかご飯食べれそうなところ探そう。向こうの奥もなんかちょっとありましたけどね、向こうの方のがなんかありそうですよね。これ貝塚駅のね連絡口、こんな連絡口もあるんや、ね、で住友銀行はあるね、ファミマもあって、で、あ、しょうやんだ。じゃあこっちの方行った方が、あ、いろいろあるな。なんかご飯食えそう。うわ、富士から。
富士カラーのお店メインは格安切符みたいですね。工場先のところとちょっと違って、普通切符と時差切符って何、時差切符って何なんだろう。260円区間が490円、2枚組で520円のところが490円になるんだ。だからいろいろあるんですね。万台あるんだ。大阪来たから出ますね。まあまあそれは大阪ですから。で、なんかちょっとご飯食べるところもありそうですよね。渡れるし、ちょっと中入ってみよう。シェルピア、さっきまるし、あれですね、入ったらすぐに万台があるんじゃなくて、中にこんなちょっとフリースペースみたいなスペースがあるんだ。そしてここめっちゃ涼しい。なんかホールみたいになってる。でこの先は撮影禁止みたいなんで、まあここでね、だけこんな風になってるんだ。で、カラオケ屋さんとかもあるんだ。面白いですね。2階に温泉とかもある。ここすごいですね。150分までは無料なんや。それであれですね、お客様用に来てるんでしょうね。全5階建てなんですね。すごいな。で、深川とかいろいろありますね。